多分釣れるとしたらあの潮目だね。あそこまで裏届いてっかな。真ん中ぐらい。そう、あれ多分ポイント。あ、来た、ヒットでかいよこれ。よっしゃ、でかい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 。はい、でかい。90ぐらいあるよこれ。90じゃないかもしれない、85ぐらいあるよ。帰ろうかな俺ホテル。でかいよこれ。これでかいよ。ふぅ、やっとほら、いい鈴木ですね。やるでしょ。まあね、働き者です。イエーイ。頑張った。88。はい、88。88です。最高です。踊っちゃうよ俺。戻れねえよ、危なくて。やりました、ミッション達成。重いよ。あの、僕玉石の河川好きで、特にこの悟空バズーカにはだいぶお世話になってまして、先発で使うルアーです。で、あと増水してて水が茶色く濁ってるってことで、あのルアーデザイナーの伊藤さんにバズーカ渡して全身チャートを塗って作ってもらいました。で、それが今日ハマって活躍してくれました。88センチ、いい仕事してくれました。で、一発目ね、銀粉で当たって吹っ飛ばされて乗らなくて、ちょっと銀粉合ってないなと、そこでこれはマットチャートというかね、全身チャートの出番かなと思って変えて3投目ゴンでした。いい仕事してます。まだまだ釣ります。次はちょっとね、さらなる急ジャンプ目指してルアー変えて、ヨネッチが作った水面バタバタ系のルアーで釣ってみたいと思います。まだまだ頑張りますよ。多分80アップ釣ったことない人、ここ来たら釣れると思うよ。やばい。え、やばい、来てよかった。楽しい。こういう釣りせなあかんよね、こういう釣り。秋田は昔こうだった、これが広場だった。ここの当たり鋭いよね。鋭い、硬い。なあ、あのバチ抜けだったりとかありえないよね。途中とかないもんね。ゴンだもん、カチンって感じも。なあ、違うもん、もう全然先も暴れ方がおかしいもん。シーラみたいな。何、サバ。お金あげてからバタバタしました。そう、なげ元気やね。明日頑張ろう。もう心臓が苦しくなりそうだよ。さかぎ原教室厳しいからね。
触れる流れじゃない感じですね。変化がないですよね。ねえ、これがまたちょっと変わってくるのかな。山口さん、今日の意気込みを。今日は祭りが起きます。今日は祭りを祭ります。あの、触れてない感じ。僕、今日からスタートなんで考えます。今日初日、1日目1日目クッキータリエです。シーバスみたいな、火の国みたいな。プレッシャーは結構あれでしたね。で、あそこが長野瀬があって、あれがどん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 見えてきます。で、あとは削りに細かいゴロゴロがずーっと沈んでいってるんで、まあ、ちょい流しながらどんどん前へ行って、で前へ行きながらちょいが下がってくるんで、前へ行きながら下流。全体的に同じような動きで下がっていきます。とりあえず先発やっぱこいつでしょう。サイドハローでしょう。釣れるっしょね、これ。なんだかんだ言ってやっぱシーバスってのはよってこうやって釣んだよって言いたいよ早く。おお、山口さん来た。何ハイドシャロやるな。相変わらずでかそう。でかいね。きれいろきれいろ。なんちゅうこと。きれいろ。90あるんじゃん。カモン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 。何それ、雨風呂から釣れるな、その色。
予告通り降りました。僕はラブラ125でガスってやったらさ、2000円のルアーなくなった。1000円のルアーなくなった。泉さんリタイア。リタイアですね。さっさと80つって水路に行かないと。アペイトが泳いでる水面中へ。変なのが泳いでるよ。これザラスプークじゃねえの。最強です、最強。これ最強ですよ、これ。これ出したらお前かっこいいな。でしょ？これからザラって呼んだけど。出そうでしょ。出そう。ねえ、まあ魚探ですわ。水温冷たくない。もう慣れてきましたね。釣れないと慣れないんだよこれがまた。おお引くね。首ご。上流に向いてますわ。動けへん。すごいじゃん。いや、僕もぼちぼち流れてますわ。ポジション変えましょうか。きっと、うん、オルマさんの下行く。無理、うん、これ無理。寄らない。そうだね。恋あったりしない。恋あったりしない。しませない。わかんない。恋もおるでしょ。え、恋もおるでしょ。でかいんでしょ。でかいんですよ。それの可能性あるね。まあ